はい、どう,どうも、どうも。えー、ということで、こんばんは、小田智です。えー、今日もエンストブロッコのテキストを読んでまいりましょう。ということで、早速、えー、画面を共有していきたいと思います。前回はね、ちょっと中途半端なところで、えー、終わってしまいました。というかね、一文がね、めっちゃ長かったんですね。 はい。えー、ということで、よいしょ。で、えー、今回も、ちょっとここの解説をしてると、あいかん。はい。えー、まあ、そうか。一応、流れを追っていきましょうか。前回、えー、いつになのかな。5月じゃなかった四4月の2十 8だったっけ ?9 だったっけあだ日付が打ってない。日付打つの忘れたかな ?22 日の次、29日ですね、えー。29日の日付を打ってませんでしたね。うっかりしていました。じゃあもう22日から読んでいきますけれども、ちょっと流れを押さえておきます。えー、22日、防、えー、石機のガシャンガシャンや夜勤や 必要な毎分回転数の恐ろしい強制や常に部分だけを加工しなければならず全生産の全体や仕上げの幸福を決して味わうことのない男味わうことの決してない男どっちがいいうん決してを後にした方がいいかここはあ,のあんまりドイツ語と日本語ね、えー、もう今読んでて 味わうことの決してない男の方がここはむしろわかりやすいでしょう味わうことの決してない男の仕事の喜びの妨害を、えー、何が軽減することになるの,なるのやら見当はつくまいここでは立派に仕上げられた芸術めいた手織りを少数言って と制作するここにいえその隣のあちらに仕事場ことと比べ、えー、何が軽減することになるのやら検討はつくまい、えー、まあ,あの繰り返しになってますけどもねはいそして間違いなく農民と,思考,業者と思考業者とはしっかりと手本のある既に仕事の在り方そのものにおいて考えられる人間労働の類型でありこれはテューペン複数形だな 量はないけど、うん、まあいいか、ここは。えー、はい、えー。資本主義の逸脱が終わって初めてそのアプリのような形で再考されることになるだろう。堂々と大いなる躍動をという。しかし、えー、この躍動が成果としてもたらしたものの全ては、えー、それ自身は蒸気機関や鋼鉄生産と違って、奉仕したり機能的であったり、技術的であったりすることがなく、 ある朝再び何の役にも立たないものとなるだろうし、防災機械は大砲とともに腐敗を招く明瞑さの産物が陳列される同じ奇妙な博物館に並べられなければならないだろう。うわーという、ね、文が続いております。ね、繰り返そう。動的かつ産業的に考えなければならない。単純に古いものをコピーしないためには、 というのも、ここでは、えー、つまり、この深呼吸する歩みのうちには、我々の行動範囲のこのような加速、揺らぎ、拡大のうちには、えー、大きな心理的、思想的価値が隠れているからだ。えー、どこだったか、29日は。まあ、この辺ぐらいからが29日になると思いますね。はい。で、えー、しかし、このこと。 え大きな心理的思想的価値が隠れていることは、外見上の軽減並びに、意思形式としての機械に関係するだけであって、工場で作られる卑しい大量のガラクタや、まして農民的で誠実で、自主的な新たな人間たちによる不上質つつある世界の最終的な書類系並びに、諸結果に関係するわけではない。うもう文章があのぎっしりと詰まっていて、大変でございます。 ねえーまあ、ブロッコの文章っていうのはこんな風にやや常語言葉がもうやたらもう、あのー、まとわりついていて、えーまあ、ブロッコの中ではですね多分あの頭の中でもういろんなものがうわーっともう押し寄せてるんだと思いますねそれをなんとか、えー、言葉にしていくということになってだから 一つの名詞っていうふうなものにね、えー、いろんな言葉がくっついちゃっているし、一つの言葉が出てくると次々と並べちゃっていくみたいなね、この今言った、えー、農民的で政治史的なとかっていうふうなね、もう一つの言葉が浮かぶと、バババババ,バッというふうに次々と、えー、言葉が、えー、彼の中で。 出てくるんですよね。それをまあ、無法なりに書き留めているという。まあ、そういう情語、情熱、文体。 ここなきゃいけないのかっていうふうに言うと、なくてもいいかもしれないけれども、まあ、ブログの中では抑えられない、そういう言葉があふれている、えー、そういう文章の書き方になっています。こういう文章の書き方が、まあ、今日ちょっとね、ツイッターの方で、えー、多少問題にしたんですけども、こういう文章の書き方は、えー、もう受けない。ねえー 分かりにくいというふうにれ呼ばれることになるのねと思いながら、えー、まあねまあでもやっていきましょう機械が心得ていたことはベルリン西イ地区の通りの全体に見られるように全てを一つ一つ正教を書き技術的で人間以下的にすることであった全てを一つ一つ正教を書きちょっとこのつながり方良くないね すべてを。ね。えー。<noise> 今、ーー <noise> 1つを全てつぶまけ。うん。一つ,一つ正教書き。正教書き。例プロース、うん、正教書きと訳すのが一番わかりやすいんだが。 ね、生き生きとしてないってことですね。生き生きとしてない。というふうになると、次の技術的で人間以下的っていうのと、ちょっとうまく、ねえー、つながりにくいんですね、日本語としてね。す、は、べ、いえーえー、てを一つ一つ正規を書いて、えー、技術的で人間以下的にすることであった。次に行きましょう。ねえー、機械本来の目標は、浴室付き推薦便所であり。 えー、浴室付きっていうのはむしろ浴室付属浴室付属推薦便所。浴室と推薦便所のセットなんだよね。 で,表すのはまあ、でも、同一語として特にそういうセットだみたいなような、でも、同一語としては割とセットだっていうのが分かりやすいんですよね。浴室と推薦便所のセットなんですね。だからまあ、これで月でなんとか表せないかな。浴室付き推薦便所でありで、とりあえずいいか。えー、浴室付属生成便所であり。 翌日付属、えー、推薦免除であり、えー、これはこの時代の最も文句なしでオリジナルな業績であってロココの家具やゴシックの建築のようにこの時代の持って生まれた芸術集を示している。 ここで支配しているのは推薦可能性でありやり方はどうあれどこであっても、えー、水が壁から流れ落ち現代の衛生設備の魔法は機械商品のアプリよりとしていつの間にかこの時代の最もかけ離れた最も高価な建築物にまで紛れ込んでいる。で次かあまだ、えー、もう一文あったこの点は形式の再生の,つか,ものきつかの間の希望によってもつまり ガラスや、えー、鋼鉄やコンクリートという新しい素材によってであれ、またとりわけ、こうした原材料を基礎とした新たな形式や設計の可能性によってであれ、何一つ改善されてはいない。というのもっていうふうにな、えー、って、この一文を、えー、訳し損ねたんですね。ということで。はい。えー これがですね、ちょっとややこしい文章です。えーまあ、とりあえず、これ一文なんですね。ということもあって、余計にややこしいんですけども。何行あるのこれ、えー。原文でも、ね、原文はもうちょっと行が、行というか幅が短いんですが。原文で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10行。原文で10行の 一文ですね。ということで、これはゆっくりと、えー、解説していこうと思います。アレス・バスっていうのは、これはよく出てくる。えー、バスっていうのが、いわゆる不定関係代名詞になりまして、えー、アレスで受けることができるんですね。えー、何々のようなものすべて、何々であるものすべて、みたいなね。よいしょ。で、これを何色にしとく

で、次が、えー、ややこしいというか、うむーすということで、これは、えー、目的を表す、つ、不定式、ですね。うむ、つ、不定式。で、これを何色にすでい,いえー、緑色にしとく。うむ、 Zu tun. Oh, ah. so, äh, Denn alles, was die modernen Stoffe und Zweckkonstruktionen gebracht haben, um das äh, wie Laskin. えー、これは英語読みでいいと思いますが、ルスキンというふうに、ドイツ語読みした方がいいのかな。えー、まあ、有名な、えー、美術評論家というふうに言っていいのかな。えーラ、ラスキン、またはルスキン、えー、ザークト、ドイツ語読みするとルスキンですね、えー。ザークト、ミッドアップキューツムツートゥム、デッセンというふうにいきます。このデッセンが、 出すを説明してるんですね。出す。で、これを何色にすていい黄色じゃあ紫にしようか。紫。 で、この紫がどこまで来るかっていうと、リークとまで来るわけです。よいしょ。えー、紫。はい。で、えーこ、これでも相当ややこしいということがわ、えー、かると思いますね。で、ゲート、あ、もう、スティル。 で、このスティールを言い換えているん,すんですね。で、このスティールを、これはもう色がないから、黄色にしとくか。で、スティールが、 分かりやすくするために、というか長くしないために、リーザーで言い換えていて、この言い換えがどこまで来るかっていうと、アンゲレーゲンハイってまで来る。ということになるわけです。ややこしいですね。で、一応これが、えー、分離動詞フォアバイゲーム ああ、もう色がねえ、色がねえ。えー、これはもうちょっと赤を使わせてもらおうか、オレンジにしとこうか。ゲート。えー、赤は今まで訂正で使ってきたオレンジにしてください。で、ね、フォバイ。 これが分離動詞ですね。で、また、さっきの有無とは違うんですけども、いわゆる、まあ、目的ないしは結果。この場合は結果を表す通不定式がもう一度来まして。ねこれはさっき緑でやったから、もう一度緑。これは、さっきはね、目的、えー、だと思いますけどもね、えー。あ、さっきのは目的ですが、今回は結果だと思います。 ツーランデム。着地する。行き着く。結果的にどこそこに行き着きました。みたいな、えー、そういう文章ですね。で、しかも、陰影なェテキニシェン・エンで控えるああ、もう色がねえ色がねえ まあ、もう離れてるから、いいか。テキニシエンエンリヒカイトを D が説明している。もう一度青にしよう。青、青。はい。えー、インゲーナテキニシエンエンリヒカイト。このテキニシエン、イエナーテキニシエンエンリヒカイトを D で受けて、 説明している。あらいか。よいしょ。D で、この D がどこまで行くかっていうと、Thea volkenkratzer mit dem Bilsnimrute und die feierlichen 木のファサーデで、で ミッドエルテステン、フライディッシュアウス、アンテナンゲオメトリー、ハラウス、ゲオメトーリッシュ、バウクンスト、アウフバイスト。ここまで来る。という、まあ、非常に複雑に入り組んだ。 えー、一文をブロッホ先生書いておられますということですね。で、えー、っと、しかもですね、あのー、ミッド・デアっていう、これが、このデアが長いんだよね。ちょっと。 よいしょ。これを、さっきは黄色にしているけれども、水色だと、水でいいか。はい。この、で <noise>、エルテステン、フライリッアウスアイナ、アンデナンゲオメトリー、ハラウスゲオメトーリッシュ、バウクンここまで来るという。 うわ、どっから手をつけましょうかという、えー、そういう一文に、えー、なっております。ということで、前回はね、えー、こういうふうに、というのも、というふうになったわけですね。えー、現代の素材、モデルネンシトフェンドツベックコンストークツオネン、ゲブラッハーベンというふう。 まあ現代の素材や目的設計がもたらしたものすべて。まあ、一応どこを訳してるかっていうことで。えー、もたらしたものすべて。っていうのはこれを青にしときゃいいのかな。 なんですが、えー、この現代の素材や目的設計が、えー、何のためにもたらしたのかというふうに言うと、えー、ラスキンの言うより、えー、ラスキンがにすると目的設計ラスキンがにすると目的 が、ラスキンがになっちゃうので、ラスキンの言うようにっていうふうよいしょ。切り取り。ペイスト。ラスキンの言うように、がをのに変える。ラスキンの言うように。えー、で、この場合は、 ええー、あ、出す。何々を、ね、え出、ー、す。みうつうつうつうえ出、ー、すが目的語で、ええー、何々を、えー、待ってよ、えー、み三角、えー、トゥンですね。 えー、ハーベンが、この場合、ハーベンが略されてると思うんですけどね。一応、これは丁寧に押さえておいた方がいいだろう。う四角目的語、エトパス、えー、ミット、三角名詞。 えと、ー、ス三角えー、とんこのエトバスよいしょこれはえー どれだったっけああ、これは植え付き文字フォントサイズの縮小じゃない。植え付き文字はここにはないのか。えー、それでは、ローティングを一時的に消して、 植え付き文字、植え付き文字、植え付き文字はこれだ。<laughs> えー、ということで、このトゥン、何かを何かでトゥン。 そうか普通は三つ三角え四角トゥンなんだな。えー。機能同士として、えー、トゥントゥンと。記念書。 ん普通はね通不定式で何々する過去分子。 事物を主語にして。イン。あれでででででで私が思ってたのは何だったか。 うん、そうかそうか。えー、大塩 LT さんが入ってきた。何かを何かで行うということですね。何かを何かで行うためにっていうことになるんですね。 えー、で、この場合はね、ね、えー、ラスキンの言うように、おい、いえいえ、とんでもございません。ね、LT さんが途中からの参加となりましたが、よろしくお願いいたしますという、えー、言葉を、えー、チャットに書いてくれました。 えー、こちらこそよろしくお願いします。ここがね、前回、あのー、前回ね、僕が訳せなかったところをまだ、えー、やってるところです、えー。で、ここが非常にややこしくて、で、えー、そのためにですね、えー、結構、その文法上の説明をしていたところです。はい。えー、ということで、その栄誉が、ね、 まあガが,がまた来るんだなややこしいなえー、その栄養が他でもなく、えー、難しさにある難しさ渋いに控えて その栄養がまさに難しくあるものあるものを短縮するために。 短縮、アップキューツングっていうのが短縮するために。短縮する。難しさはやっぱり短縮するっていうのはおかしいで、ね、アップキューツングにまあ難しいことを簡略化する簡略化か。簡略化がいいかな。アップキューツング。アップは省,省く、キューツングは短くする。簡略がいいか。一応辞書で書くに。 アップキューズパーエルアップキューズ簡略化キューズさんアップキューズさん簡略化がありますねよし簡略 するためにその栄養がのそのは何を訳してるかというとこの紫色どこを訳してるかっていうのが一応わかるようにするためにこうやって色分けをしてるわけですねその栄養がまさに難しさにあるもの えー、簡略化するためにこれが「うむつを訳したわけですねああこれはこっちじゃないこれだえー、緑 その栄養がまさに難しさにあるものを簡略化するためにもたらしたものすべて。えー、現代の素材や目的設計が、えー、ラスキンの言うようにその栄誉がまさに難しさにあるものを簡略化するためにもたらしたもののすべては。うわ、ややこしいね。 のすべては <laughs>、というふうになるわけです。で、えぇ、ー、簡略、難しさにあるこれも、リークと。これを、紫。にあるものを簡略化するためまあ、要するに難しいものですね。難しいからこそ、えぇ、ー、立派。ね。 素晴らしいというふうに、まあ、栄誉があるわけですね。これをこういうふうに加工することが、これをこういう目的に使うということが、えー、難しい。だからそれを果たすということは、えー、栄誉あることだ、立派なことだというふうに褒められる。けども、実際やろうと思ったら何らかの簡略化をしないと、その目的は達成できない。だから、その栄誉がまさに難しさにあるものを簡略化するためにもたらしたものの全ては。 というややこしい文章ですね、えー。これは、様式を通過していく、様式のそばを通過していくのだ。スティール、様式。様式という、様式がスティール。 これは黄色様式というこのこのアンゲレーゲンハイトアンゲレーゲンハイトっていうのがえー ね、えー、これがまあ要件問題、うん、要件がやっぱいいかな要件おね えー、通過していく。で、もうこれを通り過ぎていく。要するに素通りするのだということです。これは素通りのほうがむしろ分かりやすいな、色なし。素通りする。 よいしょ、ストーリーする。これは、この黄色をやめる。黄色をやめるのはどうせよかったっけえー、あ、これか。これを白にする。素通りする。で、このストーリーするって、フォアバへ通過していく。素通りする。素通りしっていう。で、その結果として、 よいしょ。その結果としてがまた緑になる。これも、ウムーの不定式。その結果として、えー、着地することになるんだ、えー。行き着くことになるんだ。行き着くことになる、えー、わけです。で、この素通りしを、 赤で、オレンジで。その結果として、ほにゃららに、この場合は、えー、あの技術上の類似性に、ああ、そうか。ね、ベステン・ファウス。せいぜいなところ。 これはまた黒に戻す。せいぜいのところ、なる、ね、えー、だけだ。まあ、生きつくことになるだけだ。よいしょ。生きつくことになるだけである。なるだけだ。にしとこうか。文が長いんでね。えー、この結果として、せいぜいのところ、あの、 技術上の類似性にこれが青なわけですよいしょ青青青青,青は これあの技術上の類似性に行き着くことになる、えー、だけだというふうになるわけですね。この要件も間にいっぱい入っちゃってるわけですね。よいしょ、これも白に変える。 この、どんな要件か。ね、この上なくね、ね、えー、シュムック・フロイディゲーム。この、この上なく。うん、もう、最高ににしようか。えー、最高に。よいしょ。最高に、えー、 シムック・フロイディゲンっていう、シムック・フロイディゲン。装飾なんだよね。これ、飾り、うん。飾りなんですけども、いわゆる装飾なんですよね。で、あの、オルナメントとシムックがどう違うのかっていうと、まあ、シュムックの方が本来のドイツ語で。 えー、オルナメントの方は外来語っていう、一応そういう違いがありますが、えー、ニュアンスの違いあるのかなまあ、一応ね、装飾の生産、制作、または産出という題なんで、装飾は装飾と訳した方がいいんだが、シュムックもオルナメントも、ニュアンスとしてそんな違いはないはずなんだよな。オルナメント。 オルナメント。ああ、いわゆる模様なんだよね。オルナメントは装飾模様。模様までやった方が。 いいかもしれないな。で、こっちの方はね、あの、今のシムックの方はもう、その模様とかっていうことよりも、本当に飾るということそのものがある種目的なんですね。えー、この最、最高に、えーえー、シムック・フロイディゲン、まあ、装飾を歓迎し、 装飾でまあね。この最高に装飾好きの。ノイデゲン装飾好きのがいいかもしれませんね。はい。で、 えー、オルナメントっていうのが、装飾は装飾でも、装飾模様、模様に特徴があるオルナメントっていうのね。ちょっとこれは模様を付け加えたら方がいいかもしれない。模様。 模様の話にまたなっていくんですけど。よいしょ。表題のところですね。ほい。でもう一度元に戻ります。<laughs> ええー、様式という、この最高に装飾好きの。 装飾好きでほとんどこの最高に装飾好きで、えー、ほとんど えー、装飾本能人本能とかっていうのは訳しすぎだと思うんですけども、でもね、かえってそっちの方がいい。そんなね、なんていうか、えー、装飾感覚。ね、いわゆる、 えー、感覚、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの、えー、そちらの方だと思うんですよね。で、ねえー、装飾感覚とかっていうふうに訳してしまうと、うん、やっぱりね、こう飾りたくなるっていう気持ちなんですよね。 うん、これは装飾本能えー、ほとんど装飾本能のみからに由来する。 のみから出るにしようか。このい様式という、この装飾好きで、ほとんど装飾本能のみから出る、え新、ー、人メトーリッシュ。えー、これもね、言葉が重なっているんですよね。えー、から出る。 から出る、えー、まあ対照的でいいかな。対照的でコンストルイールテン対照的でコンストルイールテン要するに設計されている、構築されている。 やはり、ユートピアの精神初版は、これね、第2版以降の文章では書き改めてれている文章で、えーうん、対照的で、えー、これはね、作為的。おう、格好つきだからね。 やっぱり作為的な、うん、作為的な対照的で作為的なそして、えー、写真的に 写真的にとかっていう日本語はね、困るよね。順目通りしの N な抜けてるね。打ち間違えだ。えー、順目通りし。M が2つ。さっきのこっちも。打ち間違えてる。順目通りし。ルクスリウース、順目通りし。 合勢な合勢に対照的なシンプルなんじゃないんだよね贅沢なんだよねルクスルクス、えー、ルクスディウス 贅沢にないむしろ贅沢がいいかもしれないよねえー、贅沢に対象的なうーん 様式という、この最高に装飾好きで、ほとんど装飾本能のみから出る対照的で作為的な、贅沢に対照的な、えー、要件。アンゲレーゲンハイト。要件を素通りする。アンゲレーゲンハイト、やっぱり訳しにくいね。 アンゲレーゲン入ってん。事柄。アンゲレーゲン入ってん。アンゲレーゲン入って。草飾という。事柄にしまう。 事柄を素通りしというね、まあこれも長い、本当に長い文章ですね。ちょっとここまで、えー、まだ途中ですけども、日本語訳をちょっと読んでみましょう。というのも、現代の素材や目的設計がラスキンの言うように、その栄誉がまさに難しさにあるものを簡略化するために、えー、も,もたらしたものの全ては、 様式というこの最高に装飾好きでほとんど装飾本能のみから出る対照的で作為的な、えー、贅沢に対照的な事柄を素通りしその結果としてせいぜいのところあの技術上の類性に行き着く,行き着くのみなのだから。 行き着くことになるだけなのだから行き着くこと行き着くだけなのあ,あそうか結果として行き着くことになるだけだからであるというのもとはいでえー はいで、この、えー、類似性とりあえず説明的にその類似性とはこれもむしろ 関係代名詞でかけて訳した方がいいかもしれないなあ。青青。その類似性とは。で、こちらはむしろ、はい、えー、ボルケン・クラッツァーということで、これが、えー、雲を引っかくもの、つまり、えー、 コーストビルのことなんですね。えー、日本語でもきれいな言い方があって、摩天楼摩ってのはこするんでしょこのもみもみするのが摩っていう字ですよね。で、天をこするそういう建物ということで、えー。 ボルケンクラッツァーという雲をかすべるっていうのが、雲をひっかくっていうのがこの言葉ですから、えー、うん、魔天楼がドンピシャの役だと思いますね。摩擦のまですもんねあ、えー。まさしく、えぇ、ー、エルティさんありがとうございます。で、よいしょ。魔天楼摩天楼 マテンローは黒。マテンローで、こちらがね、ボルケン・クラッツァーが男性名詞だから、こっちの方が、えー、一角なんですね、四角なんですね、えー。ボルケン・クラッツァー、一応念のため確認。クラッツァー、もう明らかだな。 まあ一応ねのためかけマテンローとかっていう言い方エルティーさんはなんとなく年齢が あの別に年齢を教えてくれと言ってるわけじゃないんですけどなんとなく想像をするにまあ40歳は超えてらっしゃるかなみたいなだからまあ僕よりはずっとお若いけれどもだけどもそんなめちゃくちゃお若いわけでもないみたいな <laughs>、えーまあ、40歳前後ぐらいの感じかなというふうに思いますけど「天皇」とかっていうふうな言葉言い方エルティさんの世代でどうですか ピンとくる感じですかうんね、もちろん、もう男性名詞ですね。マテンロウが。えー、ビィルスニ・ニムルード。ニムルドこれがね。 スカイクレーバー、スカイクレーパーという英語があるんですか。ボルケン・クラッツァーとほとんど、えー、ドイツ語のボルケン、ボルケンは雲ですけどね。だからクラウド・クレーパー。えーまあ、より、 で空そのものをかすったりはしない。えー、摩天皇はニューヨークということで。やはり、摩、えー、天皇という言い方は、エルティさんの世代も十分に、えー、ピンとくる感じですね。うん。えー、確かにニューヨークの摩天皇という言い方。えー、エンパイア・ステート・ビルというふうなものですね。例のキングコングがね、えー、頂上に登ったという。 あれですね。えー、まさしく、天をスカ,イク、えー、スカイスクレーパーという、ありがとうございます。はい、摩天狼が、えー、ビルス・ニムロドとともに、そして、 あこれはやっぱり関係代名詞で何か「ビルスに無のどっていうのがですねこれがあのー、とともにっていうね えー、に対しての方がむしろいいんじゃないかなでもここもね関係代名詞が長いんだよねえー、アウフパイゼン示しているんだよね何々に対して示しているあの技術的類似性 アフパイザムこのニムスえーだからだビウスニムルドっていうのがですねえー、古代の遺跡なんですね非常にあのバベルの塔の、えー、にひま飛、あ、散るような非常に大きな、えー、遺跡 えー、のことです。あとでちょっと見てみますけど、えー、アウフパイザー。そうか。ま、天皇がリムス、ニムドともに。 ニムルドとともに、そして、ええー、壮麗な映画館の照明玄関、壮麗なファイアリー照明玄関が、照明じゃない、照明玄関。 映画館の、えーえー、壮麗な正面玄関が、えー、これもまた長い最古、えー、の最古の、えー、建築芸術 もちろん他の幾何学から計算された他の幾何学から計算された。他の幾何学から 他の幾何学からうん、他の幾何学からではあるが、ね、間違いなく幾何学的という、まあ、くどいんだよね、そういうふうにはそう訳そうと思うと。最の気化学的 えー、建築芸術。結果としてせいぜいのところ、摩天楼が、えー、ニムス、ニモルとともに、えー、映画館の壮麗な照明玄関が最古の幾何学的芸術建築芸術、もちろん他の幾何学からする幾何、えーえー、学的建築芸術。 示しているあの技術的類似性これは敵がいいな。<laughs> いくつくことになるだけだからであるその類似性。 のこれを。よいしょ。えー、というふうに、この一文訳すのに1時間かかってるね今回。えー、前回訳せなかったのも当然ですね。で、延長戦無理だと思いました。えー、当たりでした。<laughs> ということで。というのも。<laughs> 現代の素材や目的設計がラスキンの言うようにその栄誉がまさに難しさにあるものを簡略化するためにもたらしたもののすべては様式というこの最高に装飾好きでほとんど装飾本能のみから出る対照的、えー、で作為的な贅沢に対照的な事柄を素通りし。 その結果として、せいぜいのところ、摩天楼がビルス・ニムルドと共とに,ととに、映画館の壮麗な、えー、照明玄関が、えー、最後の建築、機学的建築芸術、もちろん他の機械学からする、えー 科学的建築芸術とともに示している、あの技術的人間性に行き着くことになるだけだからである。わ長い文章だけど、えー、ブロッホの文章らしく訳せたといえば、訳せた自己満足かもしれないけれども、一応訳せましたね。あどうなのかと思いましたけど。 ちょっとこれ、音読してもらおうか、久々に、えー。サウンドを共有。で、音読はどうやってくれるんだっ 音読は光悦。参考資料の方だったっけ光悦だったっけこれだ。光悦でいい。なかなか起動しないかもしれない。 というのも、現代の素材や目的設計が、ラスキンの言うように、その栄誉がまさに難しさにあるものを簡略化するためにもたらしたもののすべては、様式という、この最高に装飾好きで、ほとんど装飾本能のみから出る、対照的で、作為的な、贅沢に対照的な事柄を素通りし、その結果としてせいぜいのところ、ン天ーがビルスニムルドと共に、 映画館の壮麗な正面玄関が最古の幾何学的建築芸術。もちろん他の幾何学からする幾何学的建築芸術と共に示している。あの技術的類似性に行き着くことになるだけだからである。エトバス MIT、エトバス3トゥーン何かを何かで行う。はい。という、ことあ、画面今日一時停止なんなすた。 そうなんですよ。エルティさんが今こういうコメントをくださいました。この長文の中に現代の放送建築と、えー、ネブカドザル、えーネブね、あかあトネザルの遺跡を並べてしまうという。えー、でしかもね、それがあんまり。 大したこととして言ってないのね。あのつまんねえじゃんみたいなね、えー。現代とかっていうふうに言いながら、古いもんと何が違うんみたいなよ、えー、そういう <laughs> あのブロッコの非常に、あのなんて言えばいいんでしょうか、意地悪な毒舌、えー、毒舌ですね、えー。そこも現れているというところがありまして、技術的類似性、性はいらない、技術的類似。 そういういビルス・ニムルドというまあ要するに古代の遺跡ですね。えー、天皇とかっていうふうに言ってもビルス・ニムルドとどこが違うの、ね、で映画館の、ね、壮麗な照明玄関とかってまあ映画館も、あのー、今はどこまでなの、えー、か知りませんけどもやはり、あのーねえー、1910年代は 最新の最先端の娯楽だったわけですね。えー、そういう中でやっぱりねえー、建物も非常に豪華に作ったのではないのかなというふうに思いますけどそういう、えー、映画館の壮麗な正面玄関だって最古の科学的建築芸術とさして変わりゃ死しねじゃないか。 っていうのが、まあ、ブロッコの言いたいことなんですね、えー。で、現代の素材や目的設計ということで、現代の素材ということで、前回も言いましたガラスや鋼鉄やコンクリートという新しい素材、で、この新しい素材を基礎とした新しい形式や設計可能性とかっていうふうなものが、えー、出てきてるわけなんだけども、でも、えー、実は古いことを繰り返しやってるだけなんちゃうの。 というふうな、えー、そういうブロ,ホブロッホの意地悪な視線も溢れている、えーねい。意地悪な視線が書いている一文ということになるわけです、はいねえー。ラスキンが言うように、ラスキンの言うようにの位置を変えようかなと思ったんですが、いや、無理だ。ここにしか来れない。日本語としても。 というようよに、ちょっとなんか、えー、向こうの方、えー、エラーが出てますのでもう一文訳すのに70分近く今日はかかりましたねはい次の段落次の段落はとりあえずそこまで難しくないまあたまにはこういう、えー、ややこしい一文を訳すということもねやっていいんじゃないかという。 ]何かで何かを行う. Nun ist dieses Versagen freilich nicht an allen Orten bedenklich. Es gibt Gelegenheiten, wo man einer geschmackfremden Ab Abstraktheit den Expr äh, expressionistischen Dank abstatten, abstatten möchte. Das ist das よいしょ。さてあ、さて、ということですね。一段落です。さて、何はい。えー、さて、えー、このフェアザーゲンっていうのが、まあ、無能なんですね。無能がいいかな。 ダメっぷりっていうことなんですね。さすがにダメっぷりっていうわけにいかないね。無能とかっていうとね、なんかね、能力がないっていう、能力がないっていうよりも、何をやらしてもダメっていう感じなんですよね。フェアズーアゲンっていうのは。お前、これもできんじゃんあれもできんじゃんみたいな。 それこそあまりいい言葉じゃないけども、今ね、えー、そういう、えー、経営者が経営者というか経営者はそこまでは言わないんでしょうけど、ね、中間管理職なんかが新人社員をつかめ捕まえておめえ使えねえなあとか、ね、言ったりする、あれがフェアザーゲンっていう気が、まあ、僕はしてるんですけどね。えー、さて、この だめ、えー、っぷり、ねえー。要するにさっきも言いましたように、えー、なんかね、えー、素材が新しくなったからといって、様式そのものに、なんか新しいものをもたらしてるかっていうと、そういうわけじゃないじゃんという、このだめ、えー、さ加減。加減も。 もちろん、え、にしてあれンおるてん、べでんくりし。ね。え、どういう場所でも、すべての場においてがい。すべての場で、ベデンクリし。まあ、ね、いかがわしい、なんですけども。 ダメさ加減と訳しちゃうと、ベデンクリヒをどう訳していいかが困っちゃうね。<laughs> ということで、やっぱりね、訳文というのは一文で考えなきゃいけないので、一語で考えちゃうと、ダメなんですよ。ベデンクリヒ。 憂慮すべき、容易なら雲行きが怪しい。憂慮すべきっていうのは、もういかにも辞書から語を引っ張ってきた感じですね。憂慮すべき。 さて、このダメさ加減ももちろんすべ、えー、ての場で、えー、考え物よねとかっていう考え物がいいかもしれないね。<laughs> さて、このダメさ加減ももちろんすべての場で考え物というわけではない。<laughs> えー、この えー、なんだなんだ。えー、エスキープとゲレーゲンハイテン、そういう機会があるんだ。えー、ということで、えー、ゲッシュマック。ゲッシュマックがいいね。これは趣味とは粗遠な抽象性に対して。ゲッシュマック。趣味がいいね。ゲッシュマック。 趣情緒趣味ゲシマックは趣味でいいんですが趣がないとかねゲシマック。 衣装ああゲシュマックもデザインなんだああ悪趣味とかっていう無風流やっぱり趣味だなゲシュマック趣とは無縁な えー、思う向きとは無縁の抽象性にも表現主義的な感謝をこれは den e x p r e s s i o n i s t i s c h Dank 表現主義の感謝 ね、アップした点っ,っていうのは、感謝を行う、感謝をするっていうことで、アップした点そのものは、えー、ちょっと古めかしい言い方だというだけです。まあ、ただ、やっぱり古めかしい言い方であるっていうことで、1910年代の文章でもありますから、えー、感謝を捧げたくなるにしとこうか。無否定。 機械がゲレゲン入るてあるのださてこのダメさ加減ももちろん全ての場で考え物というわけではないベレングリヒ考え物、えー、考え物でいいねおぼ、えー、きとは無縁の中傷にも、えー、表現主義の感謝をささげ,げたくなる機械があるのだ、うん、悪くないでしょう ずいぶんね、えー。ここでちょっと調子が変わっていく、議論の調子が変わっていくというわけです。あと15分。でん、アイマール。というのも、一つにはっていうことですね。Den d einmal ist a でん、<S ア s マール、イスダス、アウ allem wieder erwacht これがね、全部みで3つあります。で、それぞれ段落が分かれています。 えー、この段落は一つ目で、あらら。これは何何何何か偉い。飛んじゃってるやん。うん、OK、えー。というのも。 一つには、えーダスアウスイアレン、あらゆることにもかかわらず、うん、まあこれ、語順どおりで訳しましょう。アウススイレン、えー、これはまあ、次からの内容にもよるんですが、とりあえず、アウススイレンはどう訳しとく 飾りつけることこれはやっぱり飾りつけることがいいね飾りつけることがね、えー、あらゆることにもかかわらず なんとかならん。とろつあれん。なんとかならん。もうちょっと、こなれないとろつあレん。すべてのことにもかかわらず。とろつあレん。 あらゆることにもかかわらず、あらゆるものにもかかわらず、再び目覚めている、エアバット。再び目覚めているからだ。いいでしょう。 一つには飾りつけることがあらゆるものにもかかわらず、再び目覚めているからだ、ね。あらゆるものにもかかわらず、えー、飾りつけることがあらゆることを、ことことするはあまり好きじゃない。あらゆるもの、うん、ものぐらいにしとこうかね、えー。一つには飾りつけることがあらゆるものにもかかわらず、えー、再び目覚めているからだ。で、 なんでここにこんな空白ができてるのよいしょ。あら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 。なんか変な。なったよね。なんでもう一度。よし。あよかったよかった。えー、まんずう mit g e アウスでも届けないハラウスコメント。<noise> えー mit give out ね、これは、まあ、暴力を使ってっていうことですけども、ね、無理やりにでも乾いたものから乾燥したものから。人々はにしとこうか。人々は、ね、みっちけば u t 無理やりにでも。 乾いたものけん。乾いたものはこっちがいいか。外に出ようとしている。出ようとしている。人々は無理やりでも乾いたものから外に出ようとしている。今、乾いている。 ね、状態が、ね、水洗トイレがあるにもかかわらず、この水洗、何でもかんでも洗い流しちゃうとかうね、えー、水は方法にあるけれども、めっちゃ乾いているっていうのが、まあ、ブロッコの、えー、見方、えー、ですね。そうですよね、水洗トイレはサラサラというこで、便器が湿っていては、ね、むしろ不潔感がある。ということは、ひんやりと冷たく、ね、乾燥している。 えー、無理やりでも乾いたものから外へ出ようとして。まずいと、あの h t あれあいひん。あれがぶつつ ange、むすくらつ a n g あばあいんつん、つかつ a n ええみっとにしてん。これもね、まあちょっとドキッとするような表現なんですが。うん。 これを一文切っちゃう。えー。ほら。にしてなんか変な空白ができちゃうね。OK、えー。人々は無理やりでも、えー、乾いたものから外へ出ようとしている。ねえー、人々が徐々に。 徐々に洞察しているのは、ね。アルメリヒ。徐々にでいいね。えー、洞察しているのはね、ね、えー。ゲブルツサンゲっていうのが、えー、いわゆる、ね。赤ん坊を引っ張り出す。なんて言うのあれ。ゲブルツサンゲ。要するに赤ん坊を引っ張り出す、あの、ですね。なんていうのテコテコじゃない。 やっとこいや、僕もね、そんな具体的に見たことがあるわけじゃないんでね。さすがにね、どうやって赤ん坊をねあの、引っ張り出していくもんなのか、私も知りません。ゲブルツ・サンゲ。ーゲブルツ・サンゲ。 ゲブルツサンゲ文弁監視というらしい監視はこれじゃありません監視監視これですね 分べ監視は、えー、グラッツザイン。ね。滑らかでなければならない。グラッツ。滑らか。すべすべつる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 の方がいいのかな滑らかよりもつるつるグラッツザイン。 医療用語だからね、検索して分娩監視とか出てくる、まあ、ちょっと後で見てみましょう。フラットインやっぱりツルツルだな。分娩監視はツルツル,ツルでなければならないが。 これが、えー、砂糖なん喫茶店なんかでお砂糖、角砂糖を一つ、二つ、三つというふうに入れるあれは何あれはあるよね。砂糖つまみじゃないね。何なんて言いましたっけ砂糖砂糖監視じゃいけないよね。えー、ちょっと 砂糖つまみ。喫茶店の中に置いてあるやつがありますよね。あれ、なんて言いましたっけ。えー、お、エルティさんがパッと。トングですよね。トングなんですが、砂糖をつまむのがあるじゃないですか。まあ、僕も砂糖入れることがないので、えー、必ずついてますよね。喫茶店で、えー。角砂糖が入っていたりする。スプーンで入れるところもあるかもしれませんけど、角砂糖はつまむじゃないですか。 あれ、なんて言いましたっけ砂糖、えー、つまみはそうであってはならない。と言えず、決してそうであってはならない。ということだ。すごい例えですね。エルティさん、ありがとうございます。 えー、人々が徐々に洞察しているのは、文弁監視は通通でなければならないが、砂糖つ,つまみは、そうですよね、砂糖つまみが通通だったら、まあ、通通でもある程度つまみだと思うんですけども、決してそうではあって、そうであってはならないということだ、というね、砂、え、糖、ー、つまみ。喫茶店に置いてある、あれは何だ、えー、ちょっと共有、新しい共有ね 砂糖つまみじゃないよねなんていうのあれえー、砂糖つまみ砂糖監視じゃないよね 一つまみとは砂糖をつまむやつ。あの、なんて言うんだっけ。一つまみじゃなくて、砂糖、角砂糖をつまむやつです。砂糖つまみじゃダメだな。えー、角砂糖。あ、素直に辞書費がいいんだよ。<laughs> ツッカー、サンゲ。すぐにジシを引けばよかったんだ。ジシュキヨンゲ。ツッカー、サンゲ。すてにしシさすがにツッカー、サンゲ。 砂糖、角砂糖ばさみ。辞書には出てました。もう検索とかしなくてもよかった。ええー、ということ、ね、砂糖ばさみ。シュガートングというようですう。だけど、ね。シュガートングよりも、 砂糖バさみ、角砂糖バさみでいきます。<laughs> すいません。ありがとう。えー、新しい共有。えー、サミか。確かにそうだね。角砂糖ばさみ。 やっぱりむしろ漢字の方がいい気がするなハサミ。うん、これい,いうん、こちらに角砂糖バサ金属製のもの。ハサミで切る。やっぱこっちか、普通は。 うん、角砂糖ばさみは決してそうではあってはならないということだ。うん。ということで、ちょっと今日は、えー、震度、えー、今までの中で一番時間かかったかもしれません。えー、行数で言えば、ね、7行、10行を足すことの、 えー、20行行かなかったっていう感じですね。えー、でもまあ、えー、たまにはこういう時もあっていいでしょう。ということで。はい。えー、ちょっと今日はややこしい一文で、えー、まあ僕としてはそのややこしい一文を、えー、ブロッコの原文通りに、まあ、一文で訳すということが、まあ、できましたので、まあそこは僕自身としては自己満足かもしれませんが。 まあえー、やってよかったなというふうに思います。まあ、えー、話がややこしいところで、エルティさんには申し訳ありませんでしたが、はい、うん、そうです、そうです。外来語よりも交互にした方が、要するに、えーね、あの変な話ですけど、僕もね、どんなもんなのか分かんないんですけど、赤ん坊を引っ張り出すんでしょその監視っていうもので。ね、で、ドイツ語では同じ。 サングという、まあまあ、要するに、まあ、トングなわけです。えー、だから、それが、ね、赤ん坊の方は通ツ通ーツーじゃなきゃいけないけども、ねえー、角砂糖バサミの方は通ツ通ーツーだと滑って角砂糖をつまみませんよねみたいな、まあ、そういう話。<laughs> この変なものを、ね、変なものというかねそういうやっぱりいろんなものが出てくるっていうのもねブロッホの文章の魅力なんでね,ねあの普通にね、えー、あるものは滑らかじゃなきゃいけないけどある,ものあるものは通通じゃなきゃいけないけども通通、えー、だと困るものもあるよねっていう話をするときに、ね、そういう赤ん坊を引っ張り出す監視と すげえ例を出してくる、ね、それから、砂糖、バさびと、これを退避するとかっていう、とんでもないものを出してくるっていうのも、まあ、ブロコの文章の魅力の一つではありますので、まあ、楽しんでいただければというふうに思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。お付き合いありがとうございました。おやすみなさい。どうも。